トラストウェーブホールディングスは1995年に設立されたアメリカ合衆国入りのイシューシカゴにあるソフトウェア会社。プシドスの分野において300万以上のユーザーを誇る世界的なリーディングカンパニーである。日本法人は2017年設立東京都品川区にあるトラストウェーブジャパン株式会社。2011年4月。 トラストウェーブホールディングズはナスダックに IPO を行ったが、現在同社は中華人民共和国を除いたアジア地域最大の携帯電話事業を行う通信企業シンガポールテレコムの独立した子会社である。トラストウェーブのウェブサイトによると同社には1600人以上の従業員がいる。シンテルは2015年4月8日、 トラストウェーブホールディングズインクを8億1000万ドルで買収する確定契約を締結したと発表した。シンテルは同社株式の98%を保有し、残り2%はトラストウェーブの CEO が保有。シンガポール証券取引所のメディア報道とシンテルの提出によると、 取引当時のトラストウェーブの企業価値は8億5000万ドルだった。また、親会社であるシンテルは2016年10月、国内大手システムインテグレーターである TIS、インテックグループの TIS 株式会社と、マネージドセキュリティサービスにおける戦略的、提携契約を締結し、シンテルの子会社で、北米最大級のセキュリティベンダーの一つである。 米国トラストウェーブホールディングズ、インクが提供する MSS の日本市場へ展開することを発表した。ありがとうございます。